こんにちは、バランです。今日は少し前にパイナップルのピアスのリクエストをいただいたので、今回はこのパイナップルを作っていきたいと思います。この中に入っているシェルが光に当たるとキラキラするので、夏にぴったりのピアスになっているかなと思います。今日使うものは透明のレジン液、オレンジの実の部分をこのクリムソンとイエローを混ぜて作りたいと思います。今までこのビトラーユを混ぜて着色したことがなかったので、今日初めて混ぜる作業をしてみたいと思います。そして葉っぱの部分はシャルトルーズの色を使っていきます。ちょっとこう深いくすんだ緑色です。そして今日パイナップルの中にはこのシェルをたくさん入れていきたいと思います。まだまだ買ったっきりなかなか減らないので、このシェルをどんどん使っていきたいなと思ってます。今回はこの黄色とオレンジの2色を混ぜて使ってみたいと思います。まずパイナップルの実の部分、ワイヤーを11センチくらいにカットしました。で、今回はこのワイヤーに綺麗な曲線をつけていきたいので、こういったこう筒状のものを用意します。で、ここにこう合わせてワイヤーを巻いていきます。で、そうするとこんな風に綺麗な円ができました。で、パイナップルは楕円型なので少し伸ばします。こんな感じで少し伸ばしたら、あとはこの重なりをカットしていきます。こんな風に卵型の形ができたら、今度はこの上の部分をこのペンチを使って平らにしていきます。少し掴んでグッと曲げます。反対側も同じように同じ幅で掴んでグッと曲げます。そうするとこんな感じで平らになるので、あとはちょっとここをこう調節してこの隙間をなくします。次にパイナップルの葉っぱを作っていきます。ワイヤーは5センチにカットしました。葉っぱはまずこのワイヤーの真ん中に爪を当ててグッと曲げます。さらに曲げます。ここまでできたら、さらにこの先っぽをギザッという形にしたいので、ペンチで潰したいと思います。そしたら一度開きます。次にこの筆やペンなどのこの細い部分を使って、こんな風に挟んだら、この曲線に沿ってワイヤーを曲げていきます。こんな感じで形ができました。そしたら自分の好きな大きさに調節をします。私は少しここを広げて長くしたいと思います。で、この残ったワイヤーをカットします。3つ並べるとこんな感じのバランスです。これやってもやらなくてもどっちでもいいんですけど、ちょっとこう見た目のバランスとして、一番左のここと一番右のここのワイヤーを少しだけ私はカットします。こうするとこのパイナップルのこの葉っぱの部分が少し両サイドが開くので、こっちの方がなんとなく可愛いかなと思ってこうしました。小さな花びらも同じ作り方で作りました。違うのは切る場所だけです。間から少ししか見えないのでこれくらい切ります。
パイナップルのピアスが完成しました。今回のこのパイナップルのピアスの作り方、ワイヤーで主にこう形を作ったんですけど、この葉っぱなんかも今まで花びらをこう加工して作っていた形と作り方は同じなので、今までの動画にも何回か出てきた作り方だったかなと思います。で、今回のポイントとしては、この中にシェルをたくさんこう散りばめたのと、あと一番最初にオレンジの着色剤を流し込んだところです。オレンジの着色剤ではなくて、例えば透明の着色剤で全部作ると、どうしてもこうシェルとシェルの間にこう隙間ができてしまうので、その隙間をカバーするためにオレンジの着色剤のレジンを流し込むと、ちょっとした隙間が全然目立たなくなるのでおすすめです。あとはこの上を細いワイヤーを使ってこう格子状にちょっとこうパイナップルの模様を再現してみたんですけど、特にこの2段目の1、2、3本は横から見ると、ちょっとこのワイヤーを山なりのカーブにしてあげると、このパイナップルにちょうどフィットするので、最初はこの2段目まっすぐなワイヤーを置いたんですけど、そうするとこの両サイドからピンピンってワイヤーの先が出てしまって、ちょっとこうチクってしてしまうぐらいちょっとこう危なかったので、周りをこうカーブさせてあげることで、このパイナップルの形にちょうどフィットするような形になってます。そんなところもちょっとカーブをつけてあげるだけで、ちょっとこう仕上がりに差が出るかなと思うので、そんなところもちょっと気をつけて作ってみました。今回は耳にフィットするようなタイプの金具をつけました。もちろん揺れるタイプでも可愛いと思います。こんな感じの仕上がりになりましたが、もし参考にしていただけたら嬉しいです。パイナップルのピアス、少しでも可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また明日も動画アップしますので、ぜひ明日もご覧ください。ありがとうございました。